はい、というわけで現在8時4分開園9時なんですけど、1時間前で、あ、でも言うほどかな、舞浜駅側全然中入れそうですね。5分10分でちょっと写真撮っとこうかな。またね X でも現地状況をポストしてますので、よかったら X のフォローお願いします。私的にはインスタが増えてほしいんですけどね、全然増えなくてインスタ最近。はい、というわけで3歩ぐらいで抜けれましたね。で、まあ、エントランスこうギリギリ入れるぐらいした開園1時間前でって言っても平日なんですけどね、まあ、あとはここの正面の左右の方がアーリーが進む関係で早いんで、私はこっちがいいかな。まあ、ただまだ入試休みのシーズンだったりするんでちょっと多いんでしょうね。ここはダメなんだ、ここでは立ち止まらない、もうダメみたいですね。アーリー作戦はダメだわ。私も絶対ここが早いからこっちがいいんだけど、反対側もいっぱいなのかな。ここだからアーリーが進めばさ、手前詰めるんでめっちゃ早いんですよ。ダメだね、多分みんな知ってるから。アーリー左右いますね、正面の左右。まあ別に今日は急いでるわけではないからいいんだけど。あ、でもここギリ待てるかな。ここだったら早いかもと思うけどダメだ。ダメですね。できます。これから並ばれる方。あとはね、やっぱ開園待ちの時ってここのねお手洗いめちゃくちゃ混むんですよ。そこもね皆さん気をつけてください。こんな感じで開園待ちの時お手洗いも混みます。なので宿泊してる方はね、宿泊先のホテルで絶対済ませてください。まあこっちの方が少ないけど、でもアーリー詰めたらあっちが早いんだよな。前方へお進みください。はい、というわけで入園できました。だいたいね8時に開園待ちしたら9時20分頃入園できて、でエントランスで多分やったからだと思うんですけど、もう全然スタンバイパスも DPA もつながらなかったです。で私がね9時15分に入園した時にはもうパルパルーザのキャッスルフォアコーター売り切れてましたね。あとファンダーランドのパレードルートも。とにかくやっぱこれ9時開園がいけないんじゃないのかな。もうまあ走ったらダメなんだけど、歩くのが前提なんですけど前が進めないですね。これはすごいですね、もうゲストだらけ。これねすごいなって思うのは、こんなに混んでるのにフック船長とスミーがさ振りぐりしてるのがすごい。すごいね。なんかちょっと驚き。あ、でも左行くとさ9時開園で、まあ、結構開園時間いること多いですよね。まあ、時間はね非公表なのでわからないんですけど、結構 C もグリしてるから出てきてるなーっていうのは。で結構右はさ多分ねトゥモローランドとか人気なものが多いからだけど、あ、ベルリオーズくんいる、ちょっと待って、ベルリオーズくんじゃん。待って、ベルリオーズおはよう。いやすごい嬉しい、ベルリオーズ大好き。今日寒いね。寒くない？そうなの？さすが。一緒に写真いい？ありがとう。いやー、すごいね、入園して9時20分でミッキーワッフルがとんでもないことに、なんじゃこりゃ、ここはもうね60分、もうアトラクションって感じですねこれ。すごいね、開園して20分しか経ってないんですよまだ。私はもう今のベルリオーズくんでマジでちょっと気持ちが浄化した。いやもう新しい推しできた。どうしようかな。今ね、私の好きなキャラクター知ってる方多いと思うんですけど、待って一旦カリブの海賊もね、この時間帯そんなにまあこの時間帯だからと思うんですけど、ちょっと長いです。15分待ち。まあもう現時点でアトラクションの街がすごいと思うから、まあ、ビッグサンダー見たいぐらいかな。ちょっとビッグサンダー周り見ていきましょう。唯一さ、ステージショーだとジャンボリミッキーが初回公演自由席なんですけど、マジカルミュージックも一応あるのかな。一部クラブマウスはなくなりましたよね。でも誰か外出してるのか一組だけって感じですね。ジャングルカーニバルも朝一空いてますね。結構ね混むから今のうちやってた方がいいと思いますよ。結構朝狙い目だ。やっぱさ、みんな今大型アトラクション並んでるからだよね。でね、アドベンチャーランド側は結構本当にね空いてます。それはね多いね。でこれは多分カプセルトイのスタンバイパス取った方ですね。グランドフィナーレのエコバッグ。エコバッグはねまだ余裕がありましたね。今日は本店の方が早かった。ジャングルクルーズでリバ鉄はねちょっと後じゃなかったかな。もうでも入ってる人いるからもう動いてるっぽい気がするな。カレーもまだ動いてないです。てかね、今ね待ち時間見たんだけど9時25分ぐらいの時点で美女と野獣が140でしたね。ちょっと入ってますねこれは。まあ今入試休みシーズンっていうのもあるのか、やっぱ学生さんがとにかく多いんですよね。でここから2月10日になると春節入るんで、もっとえぐくなるのかなって感じですよね。だから全アトラクション動いてたら多少待ち時間で下がると思うんですけど、今のアトラクション数に対してはやっぱりちょっとゲストが入っているように感じますね。ああもうパルパルーザも最前列待たれてる方多いね。ファーストから、ファーストしかまだ見てないけどすごいですね皆さん。そうなのよ、何しに今日来たのよってさ、ビッグサンダーマウンテンが休止なのよ。でも待って、ウッディがめっちゃ空いてる。でウッディ人気で囲まれるのよ。みんなこれ今アトラクション行っちゃってるからこっち来てないってことだよね。ファーストはほぼほぼ1回目の停止は座り身の最前は埋まってますね。すごいね。こことかちょこっと空いてるぐらいだけども、もう全員待ってる。で多分この奥が停止しないで通過だからか待ってないだけ。どっちにしてもさ、ビッグサンダーやってないし、まあ、私アトラクション正直ねそこまで重視じゃないんで8時に来たらちょっと遅いなって思っちゃった。うん、9時って来たら、今だったらさっきも言ったけどさ、ジャングルクルーズとか、まあ、ピーターパンとかだったらいけるかもね。今日再開したホーンテッドとかだったらいけるけど、ちょっと厳しいな。すごいですね。もうセカンドもこんな感じなんだ今。私さ最後来たのさ、こういうちゃんとしたのって1月、多分、まあ、22も来たけどお友達とね、もうほんとプライベートで来たから10日以来だね。初日以来に見てんだけど1ヶ月ぶりで、この前の1月30来たじゃん、バケパの日は。もうあれは時短なんでそんな当てにはなんないと思うんですけど、ただほとんど埋まってますね座り身。まあ、ベンチというか多分1回目の停止位置の方が人気なのかな、見た感じ。これはさ、でもやっぱキャストさんたちにも話すけど、やっぱ最近悪天候とかも続いてたりしてたから、まあ、今日はちょっと多い方だと思いますよって皆さんおっしゃってましたね。このゲスコンさんとかに最近どうですかって聞いたりするんですけど、いや1回目の方がちょっと多い。これ多分さ微妙にしか停止しないからだよね2回目って。それだったら確実に停止する1回目にみんな流れてるってだけか。すごいななんかね、だってこれさ、私ごめんなさいね、本当待たれてる方は否定はもちろんしないです。だってどうやって来ようかなんて自由なんで、何を目的にするかなんて。私だってこれ撮影してるのもさ、なんでこんなしてんだろうって思う人もいると思うからさ、全然そこはいいんだけど、でも皆さんこれ本当ね6時間待たれてるんで今から、すごいなって思いながらですね。あ、でもやっぱここは埋まるんだね最前列。すごいな。だけど本当現地のゲスコンさんが今言ってたんだけど、本当埋まってないところがやっぱ多いわ。うん、停止しないからだと思う。意外と2回目の停止位置の方が穴場で、いやーこの感じサードもすごそうだけどな、3回目も。ただ見てた感じ今日わかると思うんだけど、家族連れも多いわ。入試休みでね、お友達同士で来てる人も多いし、マストロブラスターがここまで列できてる。やばいやばいやばい。今日は土曜日日曜日だなこれ。すごいですね。なんか DPA 買ってた方がいいねこれ。今日は多分午前中に終わるな。でこことかやっぱ結構外周周りの端っこはやっぱ埋まってますね。キャッスルフォアコートが見えるからか。あ、すごいなこれ。もう3回目のここもやっぱ、まあ私もねここがいいなとは思うけど、みんな最後集合するからね。ここもやっぱ埋まってますね。すごい、なんかもうすごいしか私言ってないかも。でもさ、それぐらいやっぱ熱意があるパレードならやっぱ1日2回やってくれればいいのにな。10時半とかだったら全然待つもん自分も。ちょっと15時4時はやりたいこと多いから難しいけどさ、1人で来てるし。はい、なんかごめんなさい、本当になんかびっくりしてる。すごいね。でも本当バカにはしてないんですよ、バカにはしてないんだけど、こんなに最前列埋まるんだって思って。でも皆さん参考になってくれれば嬉しいですね。ここからはダメなんだね、多分車椅子だからだと思いますここ。いやでもサードもご丁寧に全部座り身はほぼ埋まってますね。だからやっぱ友達同士で来ないとさ、ちょっと6時間はきつそうに感じるけど、まあでも見た感じ1回目の停止位置が人気な気がする。で次3回目で次2回目って感じですね。まあさ、あと1個あるのはさ、グッズ販売日っていうのもあるんだよね。今日グッズ販売日だから埋まりが早いっていうのもあるかもね。でトゥーンは停止しないけど、ああもうでもトゥーンもすごいね、もう待たれてるんですね。すげえな。いやいや、トゥーンも埋まってる。トゥーンはだってこう通過だけでしょ。すごいな。再生率にこだわらなければね全然いいんですよ、皆さん大丈夫です。またグッズ販売日だからっていうのもあると思います。みんなだって本って欲しいんでしょ今日。ああもう三富もダメだわ、混んでる。ミニスタもね今混んでたのよ。これやばいでしょ三富も。いやー朝から何もできてないんだけど、てか気づいたら1時間経つじゃん。気づいたらもう9時50分、入園して30分。三富もね長いですね。三富もね50分待ち。いやすごい、入園して30分なのに、まあ50ならギリいけるぐらいやけども、すごいね、どんどんゲストが入ってくる。とりあえずさ、もうミッキーワッフルも混んでるしさ、私グッドタイムカフェでご飯食べてこう。10時前だけど美女と野獣は12時からまだね全然余ってます。アトラクションのプレミアアクセスはけども怪しいと思う。今日結構入ってるよこれ、150だもん。はい、というわけでグッドタイムカフェでミッキーピザですね。ミッキーらしいミッキーシェイプが見えない、ミッキーシェイプのピザと、あとはミッキーマカロンでホットの紅茶にしました。ちょうど入園してからちょうどね入園して10時なんで40分経ったあたりですね。ワッフル並んでたらまだ並んでたと思いますね、ミッキーワッフルは。いやーでも本当に今日アトラクションもショーも混んでるし、かつマジミューもう初回公演遅いし、ハモカラも遅いし、エンタメ好きはやっぱ厳しいね。来てて地蔵しかないもんねやることが。でグリも混んでるし、なのでこういう時はね気持ちを変えてフードを食べましょうフードを食べましょう。本当にね今多分この動画見てくださってる方で東京ディズニーリゾートを攻略したいと思ってる方いらっしゃると思うんですけど、もちろんねモバイルオーダーがあるんで、グッドタイムカフェモバイルオーダー対象なんで、モバイルオーダーを公式アプリで使うとか、もうあとは本当混んでる時モバイルオーダーもなくなっちゃうんで、食べ歩きできるパークフードジップロック持ってきてて、もうたくさん買っておいて、子供の機嫌を損ねないようにしてた方がいいと思います。なので私が本当に子供いた時、もう1個多分バーガー系買っておくかな、冷めてもいいから。なのでまあ買える時に、長蛇の待ち列並ぶ時に1個でも多くパークフードを買っておくこと、あとモバイルオーダーを使うこと。今ねみんなアトラクション並んでる時間帯なんですぐ買えたんですけど、そこだけね気をつけてください。またこちらね食レポしますので、悪くなっちゃうからさ、ね、やっぱ食べれる時食べないとね、やっぱねディズニーもね食べれる時食べないとダメだなって思います。何の解説やってね。いただきます。ちょっと小豚さん出てきたよ。みんな早く食べよう。これも美味しいんだよね。いただきます。うわー、パレード待ちが恐ろしいぐらいに早い。辛いな、一人で来てる自分辛いな。これお友達とかいればさ、入れ替わりながらできるんだが、もうほとんど埋まってくね。次の13時ハモからだけどさ、もう3時間前、いや、3時間前か、計算的には。いや、すごいな。もうサードはこんな感じですね。もうグッズ販売日の効果ってすごいですよね。だからグッズ興味ない方は絶対ずらした方がいいよ。とりあえずプライオリティパス、アトラクション乗っていきましょう。モンスターズインク乗っていきましょう。それでは現在10時33分、10時35分からなんですけど、5分前になるとね、プライオリティパス QR コード出て入れるようになります。なので、まあ、モンスターズインク行きましょう。今日はトゥモローランドからパークを一周していきます。はい、持ってます。はい。今日1人なんで、2人とかだったら横にスライドできるんで、それでスキャンしましょう。まあやっぱな、すごいね、プライオリティも多いね。はい、というわけでモンスターズインク乗ってきました。10時48分、まあ約15分ぐらいかなですね。使用時間はやっぱずっとプレイショーとかないんで、回転率はいいですよね。うわーすごい人ですね。こうゲストの層を見てもさ、やっぱ入試休みの子が多いよね、多分見た感じ。多分これが10日ぐらいまで続くんじゃないのかな。あとはここにね、日付入りのガーランドあるんで、皆さんぜひ探してみてください。まあ、ベビーカーもちょこっといるよね、今日。そしてね、スターツアーズね、先ほど見たんですけど、めちゃめちゃ長かったんです。30分待ち。ヒーヒーですよね。もうなんかヒーって感じ。ヒーって言葉しか出ない今日。やっぱあれなのかな、雨予報とかでさ、行く日変えよっかってなって変えてる人も多かったのかな。この雪雨だったじゃん、一昨日と昨日は。10時49分ですね。パンゲラクティックも溢れております。カウンターサービスでここまで溢れるって、やっぱ若い子が多いなって感じしますね。まあ、もちろんね、若い方以外も利用されてるはいるんですけど、もうでも今日は来てる層が明らかにもう学生さんが多い。本当に入試休みとか卒業生なんでしょうね。そしてクラブマウスビートが現在エントリー受付のみになってしまいました。初回公演も含めて。なので当たらないとね、もう見れないです。ただそうでも初回公演やったとしても遅いんだよね。そして今ね、フリグリが来てますね。スティッチとエンジェルがいます。スティッチがちょっと囲みが多いですね。エンジェルちゃんだけね、グリができました。現在10時55分。アストロブラスター見ていこうか。わー、アストロブラスターもすごいな。でも本当にね、今1月の21かな、多分21あたりがね、埼玉の私立中学かなの入試休みからずっと混んでんですよね。アストロブラスター70分待ち。こちらはね、無料のプライオリティパス実施で、左側からプライオリティ、右がね、通常に並ぶ方ですね。エンカウンターはね、やっぱいつも空いてる感じですよ、スティッチエンカウンター。問題はこちらですね。スペースマウンテン、いよいよ7月31日なので、もうあと約5ヶ月ぐらいかな。でもね、さっき待ち時間見たらすごかったんですよね。またちょっとトレジャーコメントも後ほど解説していきますね。スペースマウンテンはさっきと変わってなかったら120ですね。スペースマウンテン、無料のプライオリティパスの優先利用、通常に並ぶと変わっておりませんでした。やっぱり120分ですね。そしてこちらトレジャーコメットは、スタンバイパス、無料の整理券があるんですけど、私はさ、もう今日キングダムトレジャーホーンテッドマンションの取っちゃったんで、次取れればですけど、グランドフィナーレのカプセルトイのエコバッグがスタンバイパスになっています。で、次がこちら行きましょうか。ポップコーンですね。トレジャーコメットの横のポップコーンはソルトのフレーバーになっています。ソルトはね、やっぱランド長いんですよね。 C は比較的空いてんだけど、ちょっと30分ぐらい、あ、25分かな。カプセルトイがすごい。カプセルトイも長そうですね。30分ぐらいかかりそう。そしてベイマックスのアッピーライド、こちらはね、有料のディズニープレミアアクセス対象で、通常に並ぶと80分ですね。それではちょっとね、今日ごめんなさい、この隣ビッグポップあるんですけど、ちょっとね時間が押してるので、もう美女と野獣エリア行っちゃいましょう。左、右から行きましょうね。はい、というわけで美女と野獣エリア入りました。フォレストシアターが、まあ、13時頃なんですが、これで初回公演って自由席あるのかな。ちょっと聞きましょうか。今ね、確認したらフォレストシアターは2階席がね、全部自由席になってるみたいで、1回目のその1階席は抽選なので、まあ、待とうと思えば2回目なら抽選外れたら初回公演から待てるって感じです。でね、今ね10時59分なんで、13時40だと計算したらあと2時間40分なんですが、まあそれでもやっぱね、だってこれを楽しみに来てるってわけですからね。マジカルミュージックをもう待たれてる方もいらっしゃいます。まあ、でもね、マジカルミュージックに関してはいつも2回目以降の時はやっぱ1時間前ぐらいに終わるんで、まあ、今日も余裕持ってくるなら12時半前、また13時前で空いてればって感じですよね。2階席も少ないので、まあ、一番はねエントリー受付が当たればいいんですけどね。というわけで、ジャンボリミッキーは全部自由席で、フォレストシアターは初回公演から2階席は並べますって感じです。2階席ならですね、ちょっと面倒くさいよね、これ覚えるのも。あとは前も説明してると思うんですけど、ここね、本当フォレストシアターのこの道って今エントリー受付になっちゃったから、ゲストの釣り込みが本当少ないんですよ。午前中、特に午前中ここ通んないからさ、ゲストが13時40以降通るんで、もうぜひこの期間来られる方、美女と野獣のね、もうここ景観めちゃくちゃいいので来てください。写真おすすめです。白前もいいんだけど、ここのねアングルがすごく良くておすすめです。まあ、ちょっと熱く語ってしまったんですが、美女と野獣の待ち時間見ていきましょう。そして美女と野獣は有料のプレミアアクセスで、まだね11時でも余っております。ほんとギリギリ140分待ちなので、混んでる日はさ、午後から移動日の方はやっぱバケパだったらもう買ってた方がいいですね。もうあと並ぶしかないんで、まあ、でも夜がね比較的空いてますよ、やっぱり。で、キャラメルですね、美女と野獣前のキャラメルのフレーバーもちょっと伸びてるけど比較的少なく感じるかな。美女と野獣のバケットですね。いやー、でもやっぱりゲストが多いですね。今日もにぎやかです。そしてこの美女と野獣の隣、アップルキャラメルチュロスがあるルーフーズ。でもね、アップルキャラメルチュロスはこちらのガストンでも売っております。ただやっぱガストンはまあ、今、お昼前にしてはちょっと長いですね、びっくり。まあ、でもレジ数多いんで、回転率はいいと思いますが、ただね、あそこの向こうまで来てるとちょっと長いですね、多分30分かかるかかかんないぐらいかな、多分30分ぐらいだと思います。それではトゥーンタウン行きましょうか。はい、それではトゥーンタウン入るんですけど、まあやっぱり最前列がもう2列目になりましたね。ちょうど今11時だから、あと約2時間後にやっとお昼のパレードが始まりますよ。あ、でもやっぱ朝一がミニーちゃん行列だったけど、今落ち着いてますね。今のタイミングすごくミニスタいいかも。30分までいってんじゃない？あー、それでもやっぱ長いな、55分。結構、あ、奥までぎゅうぎゅう入ってますね。こちらスタンバイのみです。朝ここまでで来てたんでね。うわー、トゥーンタウンも多いですね、ゲストが。さっきいたやないかいってね、トゥーンタウン。じゃあいつも通りちょっと右から見て、まっすぐ行きましょう。グッドタイムカフェもさっきの方がマシだね。やっぱモバイルオーダーを取ってた方が圧倒的有利。あー、ミニーちゃんの家もちょっと長いな、20分ぐらいかかりそう。まあ、でもみんなこれね、女子高生が多いですね。女子高生かも家族連れ家族連れか女子高生しか並んでないです。まあ単純に家族連れはミニーちゃんの家に入りたい、女子高生多分写真も撮りたいって感じでしょうね。でここのね、ミッキーと家のミニーちゃんの家の前のポストはやっぱ人気ですよね。ミッキーの家はね、今60分待ちでご案内中です。スタンバイのみ。そしてスプリングロールも列が長い。まあグッドタイムカフェでも売ってるんだけど、こっちの方がね、スプリングロールだけだったらやっぱ短いですね。これはもう春休みと込みが変わらんぞ、ほぼほぼ。はい、それでは今知り合いとお話ししてました。11時35分、カートゥースピンは40分待ち。それではギャグファクトリー 5& ダイムで今売ってるカプセルトイ見ていきます。ギャグファクトリーは40周年のカプセルトイ、こちらはねスタンバイパスなしです。はい、というわけで1時間30分前のハーモニーから、まあもう1時間20分かな、ちょっと時間見ますね。13時で11時40分、ごめんなさい、1時間20分でした。1時間20分でサードの3回目、サードですね、トゥモローランド側でも2列目から案内してます。1時間30分前のハーモニーから、1時間20分前のハーモニーから2回目の停止位置も、前方の1列目はやっぱ埋まってるけど、後方の2列目だったらまだ空いてるところあります。このパートナーズ像の前あたりは場所取りキャストさんがいないんで荷物自己責任なんですよね。なんですけども最前列は埋まってますね。すごい1時間、まあ、約1時間10分ぐらい前で埋まっております。パルパルーザもこのまま埋まるのかな。でもパルパルーザの立ち見ですね、前から。それもすごい埋まってます。3列ぐらい、まあこっち側になるともっと埋まってるね。はい、それではプーさんのハニーハント行きましょう。あれ、スミーとまたフックがいるフック船長とスミーがまたいました。まあ、ハニーハントの前にハニーのフレーバーがあるんですけど、ちょっと長いですね。ほんのちょっと、でも15分ぐらいいけそう。あ、フェロー様とギデオンもいるじゃん。ギデオンこんにちは。今日は高いね。うんうん。ポカポカ。一緒に写真いい？いやー、どうしましょう。KD の中でさ、この前も C のフリグリでギデオン優しかったし、ベルリオーズも優しかったし、今フリグリダブル来てますね。なんかね、フェロー様もいらっしゃったんだけど、ほんとフェロー様はね、大人気で囲みがやっぱ多いんですよね。うおー、スモバも多いですね。やっぱりベビーカーが。スモールワールドは15分待ち。それではお昼ご飯の時間ですね。今は11時56分、クイーンオブハート、バフェテリアサービスですね。料理受け取るシステムなんですけど、ちょっと長いですね。中も並んで、ここ屋外できてるんで30、40ぐらいかかりそう。イルハーマジックも長めですね。10分ぐらいかな。それでも回転率いいんでね、10分待ち。ただ2月の中旬から休止施設になってますのでご注意ください。でも本当に今日は土日だね。なんか同じことしか言ってない気がする。学生さんがとにかく多いな。お、ミルクティーのフレーバーもちょっと待ち列長いですね。こっちの白浦にはキャラクターいないんだ。ハニーハントなんですね今日は。ミルクティーのフレーバー、これミルクティー美味しいですよね。私も好き。ちょっと長いですねミルクティー。あとは白雪姫も何分だろう、30分。すごいな。いやでもこれだけぐるぐるだとそうだよね。結構ホーンテッドマンションのプログラム謎解きやってる方が多いですね。空飛ぶダンボも35分待ち。マジカルマーケットも列長いね。スーベニア集めかな皆さん。あとはピーターパン空の旅が現在休止期間に入っております。そして約1時間前のファンタジーランドですね。1時間前だとさ、ハーモニーカラーはもう並べないんですね。ホーンテッドマンション前もう埋まってます。でホーンテッドマンションが再開しました、今日からですね。で代わりにビッグサンダーがね休止に入ったんだよね。でもやっぱり皆さん本手が好きな方たちが多いですね。コスチュームというかコーデしてますね。お、13時だ。あと60分でカレー。12時ですね。ホーンテッドマンション50分待ち。はい、それではホーンテッドマンションじゃなかったファンタジーランド出てクリッターカントリー入ります。クリッターカントリーものどかですね。でもなんか今日あったかいな。なんか朝から暖かいですね。今日何度なんだろう気温。ちょっと見てみようか。今12時2分、気温は現在行ってきます。ありがとうございます。現在気温8度。スプラッシュマウンテンは70分待ち。ディズニープレミアアクセスをお持ちの方だったら有料ですけど案内してて、優先案内で通常に並ぶと70分です。行ってきます。行ってらっしゃい。遊んでくださいね。ありがとうございます。あとはやっぱりお昼ご飯の時間だからか、グランマサラもちょっと長いですね。モバイルオーダーはね全然この時間帯じゃなければまだ全部余ってます。本当にモバイルオーダーをね使った方がいいですね今日みたいな日は。いやー、春休みって感じだな。なんかでももっとさこれから混むんだろうね。でね、皆さん本当関係ないんですけど、下半期の混雑予想を作ってもう 1,2 月がこの状態だったんで、もう全部上げてます。もう基本今年は多分この混みがずっと続くんじゃないのかなって。4、5、5も怪しいよね。プレビューもあるしと思ってます。ちょっと奥地行きましょう。というわけでスプラッシュマウンテンの出口まで来ました。なんとね、ここのスプラッシュの出口ではラケッティのラクーンサロンやっていて、ミッキーチュロスのシナモンが唯一あるとこなんですよ。皆さんシナモン食べたかったら来てみてください。15分ぐらいですね。カウンターサービス、モバイルオーダーなどは実施してないです。さてビーバーブラザーズのカヌー探検見て次行きましょう。ビーバーブラザーズのカヌー探検20分待ち。あれが有名な西の方にたくさん流れている山が見えますか？あれが有名なやー、あと何分だろう。鴨からまで今12時12分なんで、あと40分ですけど、ウエスタンランドはもう3、4列目ですね。どうしようかな、この後どこかで場所取りはしたいな。ハモカラじゃなくてミニーちゃん。ちょっとハモカラは今日諦めてさ、パーク一周を先に終わらせたい。それではマーク・トゥエインの前からウエスタンランド行きましょう。結構ね、ホーンテッドマンションのプログラムの関係か、ここで泊まってる方多いですね。ホーンテッドマンションのこの有料の冊子持ってね。それでは奥行きましょうか。いいね、ウッドチャック前のワゴンこんな感じになってましたよ。あー、すごいね、ウッドチャックキッチンもめちゃめちゃ埋まり早いな。ここはでもさ、モバイルオーダーがないから並ぶしかないんだよね。ここからだとね、30分から40分待ちみたいですよ。さて、ウッドチャックは逆にハモからや前だから空いてたりするのかな。ちょっと見ましょうか。パレード前だからさ、ウッドチャック空いてると思ったけど、そんなことなかった。はい、というわけでビッグサンダーマウンテン、ビッグサンダーマウンテンは現在休止中になってます。6月ぐらいまでね、動かないのでご注意ください。なのでプーさんも5月、次ビッグサンダー6月で、ランドはねちょっと多いんですよね、休止が。まあシーンも多いんだけど、まあ、ちなみにね、奥のウエスタンランドシューティングギャラリーはやってますよ。ではコンテのプログラムやってる人が多いですね。あとはここのフロンティアットクラフト、ここはねスタンバイパスを持っていたらイヤーハートキーチェーンが作れます。はい、というわけで12時23分、ハーモニーカラーがあと30分ぐらいしたら始まるんですけど、ウエスタンランド後方だったら全然空いてます。あとね、トゥモローランドテラスもね割とね後方、いつもありがとうございます。全然ね撮影中でもね声かけて大丈夫なので、皆さんよろしくお願いします。まあ、とりあえず後方なら3列目と、トゥモローランドテラスならまだ空いてると思います。ペコスビルカフェも長いですね。ちょっとここクレームブリュレとポークライスチュロスですね。ポークライスロール、ポークライスチュロスでいいんだね。ポークライスロールとクレームブリュレ風チュロス合体しちゃった。でもやっぱ入ってるな、ランドは。ちょっと長いですね。はい、ということでアドベンチャーランド、この色が変わったんでやりましたよ。カレーのフレーバーも少し長いぐらいですね。でも10分ぐらいで買えそうです。それでは行きましょうか。うわー、でもさ、パレード待ちもこれだけ多いのにね、アトラクション目的の方もね多いでしょうね。いろんな目的で皆さん来ていらっしゃると思いますし、まあ、それこそねアトラクションはいつでも乗れるからって100分並ぶのが嫌だって人もねいらっしゃると思いますよ。でも100分並ぶたいと思う人もいればいるし、朝からパレード待ちしたいって人はパレード待つし、まあ、そこはやっぱ自由だよね。あとはさ、今日アドベンチャーランドでフリグリ遭遇すれば全エリアで会えてんだけど、アドベンチャーランドでフリグリしてないかな。これ待って、何の列？照り焼きチキンかな多分。スキッパーズギャレーの列が、うわー、とんでもないことになってる。これは30分ぐらいかかりそうですね。30分かかんないが23時ぐらいと予想。これね、現在12時27分なんですけど、スキッパーズもすごいでしょ。でもね、パレードがあれだけ待ってても、ワオですよね。チャイナボイジャーまでもこんな感じなんですよ。すごい。ここだとねだいたい30から40ぐらいいつもかかってますね。こちらねカウンターサービスのレストランです。ただテイクアウトできないですね。誰かキャラクター振りぐりしてるかなって思ってここ立ち止まってる人多いけど、これ全員本手だ。本手でみんな止まってる。でもベビーカーの数がさ普段よりさ少ないってことはやっぱお子さんも今日多いけど、今パレード待ちで多いのかな。でもやっぱ学生さんが7割ぐらい、まあ7だね。オタが2割ぐらい、あでもごめん、学生さんが6、オタが3割、子連れが1割、あ 1.5 から2割ぐらいだね。ウエスタンリバー鉄道は10分待ち。やっぱり右側のアトラクション結構空いてますね。ジャングルクルーズ15分できます。いってらっしゃい。いやー。そしてこのジャングルクルーズの横のアドベンチャーランドバサールはスタンバイパスのグランドフィナーレのエコバッグですね。今日も取れませんでした。なんかもういつ来てもグッズがこう買えるか買えないかやっぱ分かんない世界ですよね。まあ本手をオンラインにすればこっち優先すれば今日取れましたね。全然9時でも余ってた。でもみんなさ現地でつけたいからさ、そりゃ本店のグッズ買うよね。でジャングルカーニバルは40周年の景品がもうピンバッジしかないんですよね。取れた時の当たりがもうフィギュアに戻ってるんですよ。その関係かボール転がしが長いけど肩のせいじゃ肩のせい丸太投げは空いてますね。そして今ねジャンボリミッキーの初回公演が始まるんですけど、12時前後に自由席が終わったそうです。12時前後ってさついさっきじゃない？そしてジャンボリミッキーの横のカフェオーリンズはちょっと屋外まで伸びてますね。まあ20分ぐらいかな。ひゃーカリブが屋外までできとる。カリブが屋外はもうクリスマスですよ。ハロウィンクリスマスじゃないですか、この並び待ち。まあもうちょっとねハロウィンクリスマスは多分存じてる方はあるんですけど、まあ、でもそうギリギリまで来てるんですよ。今さパレードが埋まってるからだと思うけど、これ15ぐらいじゃないの ?15 だね。やっぱりスタンバイのみにまだまだちょっと飲みそう。カリブがね15はちょっと長いです。向かい側のクレームビュルレ風チュロスもこんな感じでぐるっと一周して、まあだいたい15分から20分ぐらいじゃないかな。最後ミッキーワッフル、あーミッキーワッフルが空いてきてる。空いてるよみんな。ミッキーワッフル、ミッキーワッフルがめっちゃ空いてる。超激レアじゃん。いやでも長いよこれ。ここから何こう来て、あちょっと半周してますね。ここ店内こう来てこう来てこうだから、これ多分ね30から40分ぐらい。でもさっきより全然いい。まあ多分ハモから前っていうのがあるかもしれないですね。ミッキーワッフルのここのところもさホーンテッドで泊まってる方多いね。すごいな、なんか今日も混んでるなーって感じですね。あとはイーストサイドカフェもプライオリティシーティングのテーブルサービスなんですけど、これ通常並んでんのかな、多分ね並べば行ける時と行けない時あるんですけど、そこはね現地のキャストさんにご確認ください。まあ、あとは今日さ左から来たけど奥の右のセンターストリートまでちょっと行きましょう。それよりもさなんじゃこりゃみんな座って撮ってるよ。ここさ前も1月10日のパーク一周でも行ったんだけど、めちゃめちゃ待ち列が長いんですよ。あ待って、オーロラ姫だ、やばい。まあ、ちょっとおいおい言いましょう。オーロラ姫追います。はい、それでは今日はホーンテッドマンション側からパレパレザの埋まり見ていきましょう。 GoPro のねもう電池がめっちゃ速くなくなった。まあ見た感じやっぱりウエスタンランドも今ね2時5分ぐらいですね。あと1時間30分ぐらいでもうでも座り身は2列目って感じです。ごめんなさいねちょっと手ぶれがしてるかもしれないんですけど、まあでもやっぱりここはすごいね。ここはでも4列目ですね。1時間40分だともうハモカラド入れ替わった後でも後方って感じだ。立ち見ももう2列目ですね。でもこの本当に停止しないうちはね、誰も待ってないって感じ、まあ、だからやっぱり座り見はもう後方側からって感じですね。で立ち見は2列目側って感じです。そしてまあシンデレラ城前ももうほとんどないですね。座り見ももう2列目、1時間40分前だとやっぱりちょっと遅く感じます、まあ、みんなハモから前から待ってるってことですよね。全部2列目とか、もうシンデレラ城前は1時間40分前だとないですね、場所が。一応場所によっては全然こんな感じで2列目も空いてるけど、まあ、やっぱ最前はないですね。ここのプラザ前ももうやっぱり4列目だけど、まだちょっと前方寄りって感じですね。さてもうここのトゥモローランドテラスもダメだろうね、多分行けるかな。まだここでも見たいんだよね、1回は。あーもう全部埋まってますね。皆さんにお知らせします。まもなくミニー&ファンダーランドが始まります。ポップでキュートな音楽に乗せて繰り広げられるミニーが夢に描いたとびきり魅力的なファンダーランドの世界。ミニーがディズニーの仲間たちと一緒に盛り上がって最高に楽しい時間を過ごしましょう。ミニー&ファンダーランドは間もなく始まります。どうぞお楽しみに。 Welcome everyone! それではディズニー&カンパニーのスタンバイパスで入っていきます。お願いします。ありがとうございます。1名様で大丈夫ですよ。そうしましたらこちらの購入券とパーク入園された際のチケットレジで必要となっております。ちなみにグランドエンポリアムはもうスタンバイパスなしで自由に入れます。ミッキーワッフルさ、ハモから前あんな空いてたのに朝と変わんないぐらい17時前伸びてる。お昼だといいのかな、みんなパレード待ちしてたのか。今日はねお昼が空いてましたって言ってもそこまで空いてたレベルではないけど。はい、というわけで今ね1回ランド退園したんですけど、ボンボヤージュで、今日から来店予約なしでガーランド売ってて、夕方17時頃でも買えました。やっぱちゃんとね欲しい量を欲しい方に行き渡るのがまあ一番やっぱりいいですよね。今17時20分ぐらいなんですけど、スイートハートカフェで15時以降にミッキーロングパンまだ売っていますよ。テイクアウトですね。でもスイートハートカフェも見ての通りこんなにね屋外まで並んでてやっぱ20分から30分ぐらいかかりそうです。17時20分ぐらいなんですけど、プラズマレイズダイナーもモバイルオーダーじゃないとやっぱ厳しいですね。通常に並ぶと結構かかりそう。バフェテリアのプラザパビリオンもちょっと長いな、5時半にしては。夕食も混んでるしね。アトラクションも今スペースもあって130だったり、ちょっと混んでるんですよね。もうちょっとね、お腹空いたんで、お昼をねそんな完璧に食べてなくて、ペコスビルカフェにします。はい、というわけで本当はねちゃんとしたご飯がセットメニュー食べたいんですけど、この後ねジャンボリミッキーとホンテッドマンション入ってるんで、もう軽く食べていきましょう。でこれ食べて飲んだらエレクトリカルパレードの状況を見て、ジャンボリミッキーホンテッドでいきます。もうねお米が食べたいって思って、プラズマ入っても結構長かったから、もう軽く食べられるポークライスロールでもち米で我慢します。はい、ということで現在ね17時50分、19時15分からエレクトリカルパレードが始まるんですけど、ベンチが埋まってるぐらいだね。ウエスタンランド1時間前でも余裕そう。今言ったウエスタンランドはね埋まりが遅くて、景観のいいシンデレラ城とかはこんな感じで座り身埋まってたり、もうベンチも埋まってたりします。なので、場所にこだわらない方は1時間前でもいいと思うし、あとはどうしても場所こだわりたい方は1時間半前、もうほんとギリギリでもよかったら後方3列目とかもウエスタンランド行けるので、その待ちきねギリギリでいい方は30分前の場所取りでいいと思います。おすすめはウエスタンランド、トゥモローランドが、空いていておすすめです。はい、今回のジャンボリなんと一番後ろでございます。路線だからいっか。とりあえずもう今日は人多いし疲れたので帰ります。あと15分でねエレクトリカルパレード始まるんですけど、今日はねやることはやったので、ちょっと帰って明日はファンタジースプリングスのホテルもあるんでねゆっくりします。今日はでも風もそんな強くないし、花火もやりそうな気がします。はい、ということで2月上旬の東京ディズニーランドのパークを一周してきました。今日平日なんですけど、やっぱりさビッグサンダー今日から休止で、ブーさんもやってないのにっていうか言い方はあれですけど、やってないプラス、他にもピーターパンとかやってないのもあるんだけど、明らかに休止施設の量に対して入園者数が多すぎます。もうすごい混んでた。なんか土曜日日曜日だよね、ずっと美女と野獣はもう100分っていうか140とかでしょ。でベイマックスももう80、90だし、で他の大型アトラクションもスペースも130とかだったりね。なんか、あとは今日に関してはホーンテッドマンションのグッズ販売日だったっていうのもあるので、パレードルートももう朝一でドリーミングアップのラス日と一緒だよね。パレードルートがほとんど埋まっていて、グッズ販売日と入試休みが被るとすごいんだなって思いました。あと家族連れもちょっとやっぱり多いなっていうのを感じたのと、もう動画内でも言ってるんですけど、これから2月10日から春節入るんで、中国の方が絶対に増えると思うんですよね。なのでしばらくはもう上半期の混雑予想でも言ってる通りなんですけど、入試休み、春節、卒業旅行、春休みでもう4月の中旬ぐらいまでは空かないんじゃないのかなと予想しています。あとはやっぱりね2つのプライオリティパスのアトラクションも休止の関係もあるし、入園者数も多かったからか、朝一の電波もね本当に悪くて、もうエントランス全然スタンバイパスも取れないし、プレミアアクセスも確認できないしで、もうこれ絶対エントランスから離れて皆さんいじった方がいいと思います。私みたいに電波くるくるってして終わるんで、もう最初にもうスタートダッシュというか、走らないですよ。早歩きでちょっともうワールドバザール方面に行っちゃった方がまだマシなんじゃないのかな。もうすごくね大変だなって。とにかくね電波問題がパルパルーザの、あと電波の障害がパルパルーザのパレードの時もすごいつながりが悪かったし、ね、この問題をどうにか解決してほしいなーってね、入園者数これだけ入れていてこの問題が起きている以上は、ね、改善してほしいなって一ゲストとしては本当に思います。またプライオリティパスが今言った休止アトラクションが2つあった時に朝9時から入った段階だとスターツアーズを含めたら3つ取れました。ただスターツアーズはいつも余ってるんで、やっぱりこの自分が朝一から来て乗りたいアトラクションで取れたプライオリティパスは2つしか取れませんでした。なので、まあ、たくさんプライオリティパスの種類があるんだけど、朝一から来ても全部乗れるわけではないので、何をスタンバイで乗るか、何をプライオリティパスで乗るか、何をディズニープレミアアクセスで過ごすか、あらかじめハッピーエントリーだったらハッピーエントリーでどう過ごすかも1日のやることリストを決めておくことが、今日みたいな混んでる日はすごく大切なように思います。もう本当にモバイルオーダーもすごい進んでたし、本当に混んでる日は事前のプライオリティシーティングも食事難民にならないし、あとモバイルオーダー、こちらのね、食べたいもののリストも決めておくのをお勧めいたします。ぜひこれから中旬下旬も平日土日だろうがこの混みだと思いますので、今回の動画がこれから行かれる予定の方の参考になっていたら嬉しいです。それでは次はディズニーシーのパークを一周していきますので、今後の動画も楽しみにしていてください。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思った方、グッドボタン、チャンネル登録のボタンお願いします。X、Instagram、TikTok、他の SNS もやっております。よかったら他の SNS のフォローもよろしくお願いします。それでは、バイバイ。